皆さんお疲れ様です。夕方のひとときを楽しくするちょっと緩めの情報番組、フィッシュアップイブニング。火曜日は私、ワロップ放送局アナウンサー金谷舞がお届けいたします。本日は12月25日ということでクリスマスです。皆さん今年のクリスマスはいかがお過ごしですか？私金谷は昨日はですね、ケーキを食べたり、弟が某フライドチキン屋さんでアルバイトしていますので、そこのお肉をたくさん持って帰ってきてくれたのを食べたり、あとはですね、シャンパンを飲んだりということで、食べた飲んでというクリスマスになっております。12月、6割近くの方がこう体重が増えるということで、その流行りに乗っているのかもしれないなと思っていますが、皆さん楽しいクリスマス過ごしているといいなと思います。本日クリスマスということで、プッシュアップイブニングもクリスマスバージョンということで、今日はスタートの BGM も変わっておりますし、この後16時15分からのコーナーではミューチーで募集していたクリスマスソング特集を放送したいと思います。で、今日はですね、久しぶりにゲストをお迎えしないで金谷が一人でお送りする45分になっておりますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。では今日のスカイツリーのお天気に行きたいと思います。今日のスカイツリーのお天気は晴れ、気温は10度です。明日の予報は晴れ時々曇り、最高気温は7度となっています。ということでクリスマス、今日のお天気は晴れの10度ということで、お昼は日差しが届くと少し暖かいかなと感じるんですけれども、今朝は今季一番の冷え込みということでとても寒かったです。夜もおそらく気温が下がると思いますので、この後イルミネーションを見に行こうと思っている方はしっかり厚着を着てイルミネーションぜひ楽しんでください。明日も7度と寒くなっております。インフルエンザも流行っているということで、皆さんぜひ体調管理気をつけて楽しい年末をお過ごしください。では CM を挟んで今日のニュースをお届けします。